っていうかこのシャックルちゃんは何の意味があるんだろう。あ、ここにあったのがずれてきたのかな。うん、まあいいや、ちょっとあと、よし、痛い、腰が痛い、ちょっと痛い。枝足これ取れるんでしょうね。こっちもめちゃめちゃ排気漏れしてると思う。うわー、ひでえな、この溶接はひどいですね。いや、穴開いちゃってんじゃないの。これヘダース取れんのかな、ちゃんと。こっちからじゃ見えねえのか。よし、よし、やっぱ真下から見ねえ。フィルターもまあこれも直すんですけどね。いやこんななっちゃってるもんね。いやちょっとマジか。なんでこういう作りにしたんでしょう、わざと。まあいや、それは後にしよう。先に痛い、見てるとね、いろいろこう出てきちゃう。おい、フレーム大丈夫だろうな。あれ、ボルトはまってないじゃん、こっち。振動で落ちちゃったんですかね。あれなんだ、排気温度センサーか。繋がってんの、あれ。繋がってないな。別に切ってるじゃん。すごいな、この溶接は。素人の人がやったんですかね。ここも断固みたいになっちゃってるけど、素人にも程があるな。昔のオーナーさんが DIY でやったのかな。こっちはこっちもね、ボルトがなんか曲がって入らなかったって言ってたな。ここからここまでを全部作り直すしかないよな、きっと。じゃなきゃこんな角度合うわけねえもんな。ほんで、あそこの太鼓の前で一発フランジを作ってやった方が楽かな。そっからまっすぐだもんな。あ、これスターター外れないな。なんかあった時マフラー取んねえと。ねえ、全部こう。あ、かろうじて避けれんのか。かろうじて避けれるのか。真下に落として配管をちょっとピッてずらせば大丈夫か。よし、オイルフィルターは、フィルターは大丈夫だね。気が重いな。なんかそこでセンサーいろいろとか配線、あ、あれが排気音のあれかだったやつか。そうか。まあ正直、ロアのこのね、中のやつとかもぶっ飛んじゃってるから、こっちもな、どっかぶっ飛んでたな。ここだな。こういうのね、意外に全部リフレッシュするとね、乗り心地結構変わったりするんですよ。あー、見てください、プラグコードがほらね、え、接触しちゃってますよね、あそこで。コルゲートかぶしてあったみたいだけど溶けちゃってるな。気づいてよかったね。いやおっかないな、いろいろと。どうするの、そういうの。こっちもやほら、わかりますか、あそこ全部当たっちゃってるのね。もう溶けてるな。危ないぞこれは。それでかね、僕オーナーさんに前言ったんですよね、プランコード早いとこ変えてねっつって。それでバチバチすんのか。よかったね、気づいて。他にも出てきそうだな。
これね、オーナーさんあれですよね、まあ見れるとこなんですけど、その前にこの車を売った車屋さん、どこか知らねえけど、こんな状態でよく納車したな。前回の時もね、いろいろ出てきましたけどね。よっしゃ。で、このマフラーはなんだ、その車屋さんが作ったのかな。これでお金もらえるんだね。いいな、俺もそうするかな、これから。楽でしょうがねえわ。よいしょ。よいしょ。くそ。真面目にやってる方がな、損するもんな。うん。痛え。畜生、馬鹿痛え。うん。うん。ちょっと休憩しよう。今日も9時コースだな。そうなんですよ。今日もね、まあ多分8時ぐらいまで。やると思うんですけど、昨日もまあ8時ぐらいまでやってたんですよ。まあぶっ続けじゃないですよ、休憩 とか取りながら。でまあ実質昨日も7時間ぐらいで、今日も7時間ぐらい、6時間7時間だと思うんですよ。うん。でもその何ていうのかな、まあその時間分を例えば、ね、いつもいろんなので僕言うんですけど、僕の1時間時間工賃5000円とまあ、計算すると、まあ、14時間分仮にかかったとしたら、もうこれだけで9万円ぐらいですよね。うん。で、そういうふうに請求しようと思って長くやってるんじゃないです。僕もこのエアサスのだけ、オーナー様とも最初の打ち合わせでエアサス組んでもらったらいくらぐらいですかって言われたもんで、まあこの辺の年式から上ぐらいの年式だとね、フレームの加工、まあ本当に着地したいったら話は別なんですけど、まあ、ただ単にエアサスつけてこのオリジナル状態でボンって下がればいいですっていうね、感じの作業だったら、まあ、フレームの加工とかガソリンタンクのかさ上げとかがないもんで、まあ、20万工賃として20万ぐらい見といてくれればできるよって、何もなかったら20万ぐらい、まあ、20万から25万ぐらいの間でできると思うって、工賃ね。うん、で部品代がだいたい35万から40万ぐらいだと思うのよっつって、で今来てる部品代がだけでも35万ぐらいで、この先まだちょっとアブソーバーを、ね、もしこれが使えたらって思ってたんだけど、どうするこれ使う、これ使えって言えば何とかするけど、まあね、まあアブソーバーとかを買わしてもらうもんで、もうちょっといくかなっつって、でまあだいたい僕の工賃が、まあ、一番安く済んで部品代が、まあ、35万と僕の工賃が、まあ、20から25ぐらい、まあ、そうやって計算すると、63,4,5,60万ぐらいでできるんじゃないかなっていう話なんですよ。ただこれオーナーさんにも言ったんですけど、その金額で完璧にできるって思わないでって、やってみないと何があるか分かんないからって、特にこういう車ね。なので、まあ、多少のこう予算オーバーってのは絶対あると思うよっていう感じで、じゃあお願いしますってやらせてもらってるもんで、まあ実質僕このエアサスの今作業をやってますけど、時間でもらおうと思ってないので、もう20から25って僕言っちゃったんで、まあ25いただけると、まあこれからどんだけ手間かかるか分かんないんですけど、まあ工賃として25万ぐらいとして見てて、それも今月の末に全部25万くださいなんて僕は言わないのでとりあえず今月来月でエアサスの作業は半々分ぐらいもらおうと思ってるんですよ。なもんでなるべく進めれるだけ進めてるんで、オーナーさんにも最後は明細見せますけど、どのぐらいの時間がかかってるかっていうのを見ていただければ、安い方だなって思ってもらえるはずなんですよね。まあ、このオーナー様は足元見るような方ではないので、きっちりその辺をご自身もね、車関係のお仕事をなさってる方なので、その辺はね見てくれれば分かると思うし、動画見ただけで分かってくれると思うんでね、すごいありがたいお客様です。まあ、そんな感じでちょっと、それでは一回お掃除、マフラーのシャックル変なの外しちゃおうかな。ヘダース外れるといいんだけどな、こっちも
まあ、プランコードこれダメですね、要はね。まあ、動画見てくれればそのうち連絡が来るか。もう他大丈夫だろうな、なんかいろいろ。まあいいや、もうね、7時過ぎてるんで、ちょっとね、一回ね、休憩を今取って、ちょっとスーパーに行ってきます。朝ごはんの食パンがないのでね。さあ、僕の手持ちのお金がもう7000円切ってるのでね、貧乏生活、ケチケチ生活突入しますよ。まあ食料はいっぱいあるんでね。